はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウィニングポスト82018続きやっていきましょう。2011年5月の1週ですね。種付けは、終わらせておきました。まあ、どんな感じかというと、はい、シーキングザパールって書いてある、まあ、一番上ですね。の下に種付けって書いてある、その横、待機シャトルですね。こいつだったらね。それ見てもらえたらなと思います。さっといきます。はい、まあ、こんな感じですね。まあ、大物カメハメハとかね、まあ、あの自家生産のやつですね、結構つけてます。あとは、エルコンドルパサーか、エルコンドルパサーもね、結構つけてる感じです。まあ、スピード重視ですね、今回はつけました。さあ行きましょう。あ、で調教なんですが、2頭増やしました。希望の星ですね。まあ、よくね、話に出てる着物師、これは早めです。成長型早めで、まあ、今のこの時点ですね、2歳の、今5月でもう ABCC、柔軟性がね G プラスということで、まあ、ちょっと走れる距離はね、非常になんていうんですかね、狭い、限られるんですが、まあ、使っていこうかなと思います。ね、短距離かなこいつは。あとはブラーナ万能ですね。はい、ブラーナ万能も早めやったかな。早熟じゃなかったと思います、確か。 ABE で DB 使いやすいですよね、これもね。まあ、スピードいい感じじゃないかなということで、まあ、この2頭にしました。他にもね、デビューは決まってるんですが、ジェンティルドンナとかね、あとは誰だったかな、アイムユアーズか決まってるんですが、まあ、この辺はね、史実なので、まあいいかなということで、まあ、まあ、自分が育てなくても十分強いでしょ、こいつは。まあ、ジェンティルドンナで、今、B プラスですから、うん、まあ、やってくれそうな感じは出とるよね、こいつらね。はい、まあ、やっていきましょう。ネクストいきましょうか。さあ始まりだ、後が出走。まあここはネクストでいいかな。あ、勝ったか。大物クラシックですね、牝馬なんですが、一応ダービーのトライアルに出してます。まあでもちょっときついかもしれんね。ちょっと見ましょうか。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。まあ、実際にほら強いさ、史実はそのままサツキからダービー行ってますからね。ここは経由しないので、どうかな、良さそうやけど、ちょっと厳しい感じか。あ、勝ったんじゃないこれ。いや、前に出とったやろ。どうでしたかね。これは際どい勝負。いや、大丈夫っぽかったけどな、今のは。VTR で確認してみましょう。うん、どう？来とるよね。緑の帽子。来ましたね、大物クラシック。よく勝ったね、でも。いや、嬉しいですね。まあ、ダービーはきついんですが、まあ、出走ね、しておきましょう。さあ、ここ取りたいレース多いね。最速にゼニアッタ、そして大物クイーンか。始まり再び、あ、これが、まあ、ここ取っておきたいよね。はい、行きましょう。まあ、騎手もね、完璧。さあ、調教ですね。大物クイーンが今週か。あ、これ1回あれやったね。ダートでレース前にパワーを上げとくって言ってましたね。で、希望の星はどうしようかな。ダート坂、まあ、パワー C か。パワー C だと坂のあるレースきついかもしれんからね。あ、ブランダーバンドもそうですね。これは上げておきたいかな。ちょっとパワー上げましょう。で、始まりダートが休んでると、大物クラシック、大物クラシック優秀やな。いや、これね、こいつ自体は、まあ、そんなに勝てないと思うんですよね、ここから。まあ、G2 取ったんですが、まあ、G3 も取ってるんですが、まあ、その辺だと思うんですよ。G2 とか G3 とかね、勝てるとしたら、まあ、3100なので、まあ、海外の 3000m、まあ、その辺のレース、もしかしたら勝てるかもしれないですが、
まあ、スピードが C ってことでね、ちょっと苦しいとは思うんですが、これね、牝馬としては使いやすいよ。繁殖牝馬としては。めちゃくちゃ使いやすい、これ。うん、いいですね。まあ、スピード特化のね、守護馬をつけて、まあ、それでね、結構走る馬できるんじゃないかなと思います。これはいいね。まあ、大物一族っぽい感じの能力してますね、これね。いきましょう。ただスピード A くらいあればな、まあ、天皇賞春とかもね、勝てると思うんですけどね。まあまあ、いきましょう。最速、飛ばすか。お、勝ったね。うん、まあ、ゼニアタとかは、もう飛ばしましょう。正直、取っても、まあ、まあ、取れなくてもね、どっちでもいい。もう、十分取ってますからね。20何個目じゃないですか、ゼニアタとかはね。さあ、始まり再び来ましたね。これは取りたいんですよ。ライバル、史実。うん。まあ、ちょこちょこ、ロードカナロはいますね。んー、どうやろう。そこに勝てたら、大した前だな。4コーナーをカーブして、さあ、いい位置いますよ。伸び良さそう。同床ボード。あ、これ来るんじゃない？先頭、同床ボード。さあ、果たして、この足色はどうか。うん、やはり、始まり再び、先頭だ。さあ、再び来い。始まり再び、余力は十分か。よしよしよし、強いですね。2番手は、まあ、スピード S プラスですからね。あ、これ強いわ。始まり再び1着、2着はパフェベンチャー。よし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 、いいとこ取りましたね。格の違いを見せつけました。いや、嬉しいな。 NHK マイルカップね、どうしようかなと思ってたんでね。いや、取ってくれたか。うん、これは嬉しい。勝ったね。まあ、フランケルをね、こっち出走させるわけにいかなかったので、嬉しいですね、取ってくれたのはね。さあ、そういったフランケルがね、出走と。あとはスーパーマゾネスですね。スーパーマゾネスは能力ね、かなり落ちました。スピード S プラスで、勝負根性もね、高くて、パワーも S プラスだったんですが、あ、スピード S か。S の、本当 S プラスのもうギリギリのところだったんですが、もう落ちてきましたね。まあ、ビクトリアマイルで引退にしようかなとちょっと思ってます、これはね。うん、使っちゃいましょうか、最後なんでね。まあ、使う意味ほとんどないですけどね。ですね、大物クイーンはオークス。大物クイーン、オークス。ちょっと待ってよ、大物クイーン、大物クイーン、オークスじゃなくていいやろ。賞金稼ごうよね。え、勝ちやすいところ出走させてって思ったけど、そうですね、まあ一旦休んでもいいけどな。いや、オークス出しとく、一応。まあ一応出してみます。決まるかどうか分かんないですけどね。まあまあいいか。じゃ、まあ、その後休めばいいっすね。なら、パワー上げたいかな。どうしようかな。疲労42ですからね。まあ、ちょっと軽めにしましょうか。で、希望の星は、そうですね。まだパワーを上げていく。で、万能もね、パワーを上げていくと。感じかな。はい、じゃあ、ネクストですね。行きましょう。さあ、フランケル来ましたね。どうかな。うん、まあこれはね、勝つやろ。もう王者ですかね、フランケルはね。頼むぜ。よし、大丈夫そうですね、これは。来そうやよ、これ。さあ、頼むぞ。フランケル先頭だ。フランケル、よしよしよし、来ましたね。フランケル今強いな。フランケル段違いの強さです。フランケル1着、2着は微妙です。世界の強豪相手に、よし、まず取ってくれましたね。フランケル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。うん、まあこれは嬉しいわ。オッケー、フランケルナイス。8個目か、いいね。
うん、ですね。はいはいはい。いや、フランスダービーは行かないです。さあ、日曜日のレースが行われてます。スーパーマゾネスですね、一番人気と、うん、まあ、取ってくれたら嬉しいですよね。あ、ブエナビスタおるんか。アパパネもいると。能力落ちてますからね、ちょっときついかもしれんな。これは前世紀はね、あのブエナビスタとか全然ね、あの勝てたんですが、ちょっと厳しいわ。 OK、 アパパネが勝ったね。よし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 、ならいいじゃん。安城お見事、 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。いいですね。アパパネはね、あのクラブがね所有してますんで、よし、オッケーオッケーオッケー。スーパーアマゾネスもきついですね、やっぱりね。そうなるとやね、まあ、大物クイーンとここは始まり再びが、出走ですね。まあ、それはオッケー。スーパーアマゾネスなんですが引退します。はい、能力ね落ちました。まあ、かなり落ちましたこいつは。なので、これはもうちょっと引退にします。はい、いいです。これで OK です。今まあ頭数も多いですしね、まあまあいいんじゃないでしょうか。さあ行きましょう。希望の星は OK、 パワー B、ブラナ万能もいい感じやね。まあスピードあるからね、あとはまあパワー上げとけばある程度戦えると思います。さあネクスト行きましょう。さあ取れるかどうかオークスね、行きましょうか。始まり再びですね。さあこれ久しぶりにちょっとレース見ようかな。ちょっと待った待った、レース見る前にちょっと一旦見とこ。まあサンピアリスですね、サンピアリスがいてって感じか、うん、まあ、買ってくれたらなと思うけどね。レース見るの久しぶりっすね。さあ来ましたよ。お、マーベラスサンデーかっこいいね。やっぱマーベラさんって好きでしたね。2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のトロピカルシルキー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、パトリシア前に行きそうです。トロピカルシルキー、それに続いています。さらには始まり再び1番シルキーブルー、その後ろもう一度先頭から見ていきましょう。先頭から見ていこう。先手を取ったのはシルキーブルー、始まり再びいいですよ。そのうちに続いています。オレンジの帽子いいちいますよ。ここですね。その後ろすぐ隣にアベンチュラ、で大物くんは後ろから緑の帽子セレブリティ、その後ろ一番人気の始まり再び現在先端に取り付いています。いや、いいところにいますね。ノーブルバウンド先手を取りました。2番手に12番始まり再び、トロピカルシルキー、それに続いていますピンクの帽子パトリシア、その後ろやっぱレース見るのいいな。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ嬉しくなるよね。白馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。ノーブルバウンド先手を取りました。やっぱ競馬っていいっすよね。2番手に12番始まり再びいきなりね、いきなり言うけど本当そうやね。シャワーキングすぐ後ろ、その隣にセレブリティ、その外からオールザットジャズ、ピンクの帽子パトリシア、その後ろ、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。先頭は依然としてノーブルバウンド。よし、さあ頼むぞ。絶好の手応え、絶好の手応え。いや、いい位置ますからね。あとは伸びるだけよ。ここから伸びてきてます。先頭2番手はパトリシア、ぐんぐんいくよ。やはり始まり再び先頭、大丈夫かな。外も来てないし、先頭だ。残り100m、まあこれはいけるかな。外来てますね。よし、 OK、 勝った。1着2着にはどうやらサンピアリス、始まり再び牝馬2冠達成。あとは、いや、いいレースでしたね。牝馬3冠はもう目前だ。てか完璧でしたね位置取りもね、馬も走りやすそうやったやん。あ、大野クイーンね、ちょっと見てなかったんですが4着に来たんやね。結構ね頑張ったよね。さあ勝ちましたね。
今年もさ、2冠達成しましたね。ちょっと今年も3冠狙えるんじゃないでしょうか、これ。いや、いい感じだね。これで連続やね。2年連続3冠ね。狙いましょう。さあ、大物クラシックですね。ダービー出走ですね。まあ、これはね、きついと思います。この能力だと、ダービーは取れないですね。まあ、特性もないですし。で、フランケルが出走ですね。はい。まあ、ここはきっちりね、取ってくれたらなと思います。最高。始まり、再び、ちょっとね、辛かったね。ヒロ73。危なかったね。強いわ。強いっすね。いや、いい感じやね、これ。はい。出しましょう。まあ、ゆっくり休んで、まあ、王道のプランでね、いきます。そして、調教ですね。希望の星はパワー上げてって、グラーナ万能はこんな感じ。大物クイーンはね、まあ、疲労、もう60なんですよね。大物クイーンもね、一回休んでもらおうか。まあ、4周ほど出して、まあ、じっくりね、使っていきましょう、こいつもね。まだまだ、能力ね、伸びるので、これ成長度かなり余ってますからね。育てていこう。はい、まあ、こんな感じかな。レックスといきましょう。さあ、フランケルが出走。まあ、ここはね、取ってほしいですよ。きっちりね。頼むぞ。岩田、頼むぞ。前はフリーシューティングバラエティクラブ。さあ、どうだ。セントゲル3番手、残りあと 400m。 ここからね。ここからどうか。フリーシューティング先頭。フランケル伸びろ。ほとんどない。残り 200m。 伸びてない。フランケルが残り 100m。 エクセレブレーション先頭。あ、エクセレブレーションじゃん。フランケル先頭はエクセレブレーション。1着でマジかよ。エクセレブレーション1着、2着はフランケル。勝ったのはエクセレブレーション。マジで勝利です。フランケル破れる。うん。やっぱ自分で所有するとさ、海外遠征ついてないじゃないですか。だからちょっと弱いんかな、その辺は。どうなんでしょうね。あ、オールフェーブル来てますね。うん。まあ、国内だったら無双できると思いますけどね。まあまあいいでしょう。行きましょう。あ、ウィンバリアシオンとか、やっぱ強えな、これ、ちょっとメンバー。トーセンダー、オルフェーブル。まあ、オルフェーブルかな、これは。まあ、ダイジェストを見ましょうか。府中の直線526m。ここからが勝負。そう、ここからが勝負。変わりました。先頭は中山、オルフェーブル上がってきてます。中山ナイト、先頭、2番手は目白。ああ、外から来そうやね。残り200m、中山ナイト。さあ、大物クラシックへ、どう。後続の足色も苦しそう。ただ頑張ってる。突き放します。オルフェーブル今ゴール。よしよし、3着やん。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。2着はメジロガード。オルフェーブル2冠達成。あとは秋の菊花賞のみ。夢の3冠まであと一歩に迫りました。やっぱ2011年とかなってくるとメジロ系も少なくなってきましたね。いや、メジロ系好きやったもんな。まあ、ショックでしたよね。まあまあいいや。はい、行こう。うん、え、いや、お願いせんでいいよ。うん、そらそうよ。こっち名ジョッキやぞ。ねえ、種付けからやな。さあ、ピンポン来ましたね。マイナス、まあまあ仕方ないそれは。さあ、希望の星ですね。デビュー決まりましたね。あとはスノーフェアリーが、国内出走と。まあ、スノーフェアリーも海外が出ますね、こいつもね。海外遠征付きの、まあ、根幹距離、まあ、1600なんでね、使える。まあまあいいかな。でもまあでも取ってくれそうやけどね。建設、まあ今はもう適当ですね。でも順番に立てるだけです。希望の星が
今週ですね、出走、はい、まあこれで OK でしょう。で、ダート、あ、パワーそんな伸びんな。で、種付けですね、これ忘れずにやらないといけない。大物コンコルドか、大物コンコルドからじゃあつけていきましょうか。大物コンコルドはスピードも優秀やったからね。エルコン、まあエルコンでさらにスピード伸ばしてもいいですよね。エルコンしましょう。これそしてあとは誰だ、ブラーナダート用か。ブラーナダート用はね、ちょっと爆発力見ましょうか。ブラーナダート用はどうだ、キングカツラギか。あ、トリプルか。エアラガー使いますか、使ってみようかな。そして始まりか、始まり、始まりってどんな感じだったかな、能力。始まりか、どうすかな。アグネスデジタルか、つけるか。アグネスデジタルいきましょうか。はい、あ、これで終わり、 OK。 さあネクストいきます。さあ来たよ、希望の星、みんなの希望。さあ行くぜ、デビュー戦いけるね。いや、こいつ期待できると思うんですよね。さすがに1400は走れるやろ。いや、わかんないですよ。前にね、自家生産までアイドル2世やったかな、いたんですよ。そいつね、1000から1100やったかな。なんかそんな感じだったんですよ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。よし、勝ちましたね。独走、希望の星、ぶっちぎりです。オッケー、1400走れて、まあこれ短距離なんですが、1400走れるので、まあそこまで走れれば OK ですね。1400まで走れればもう十分。まあ1600まで走れれば、使いやすいけど、まあその贅沢は言わないです。1400で十分。勝ちましたね。いや、いいレースだったよ。強いじゃん。よし、希望の星期待できるぞこれ。さあ、スノーフェアリーが出走ですね。まあ一番人気と、まあ、それは当然ですね。ブラックシェールか、これ勝つんじゃない。勝たんかった。マジでか。あ、宝塚、そういえば、あ、誰も出んじゃん宝塚。あ、マジか。あ、でもその距離走れるやつがそんなにおらんのやな。スノーフェアリーでもいいんですけどね。向いてないんだよな。はい。まあ、いいんじゃないですか。ね。よし。いや、希望の星ね、G1 取れるよ。うん、一つや二つみたいに今言ってましたよね。いや、取れる取れる、こいつは。いけるぞ。非根幹距離な、マジかよ。で、短距離な、うわー、どうかなそれ。マジか、そうなん。どうしようかね。いや、そうなるとちょっと考えないかな。いや、もう海外行こう、それなら。精神力 G、 まずいなこれは。G かよ。マジかよこいつ。国内やな、もう。じゃあ1600、しょうがない。1600、いやー、1600使いたくないよね。1400の方がいいですよね。ただちょっと遠いな、1400までは。それなら1200いきましょう。1600走れるか分からんよね。うん、もう1200いくわ。ちょっと一周入れよう。
ジか。さあ、ブラなバンドですね。なんか精神力 G ってさ、なかなかおらんよね。まあまあいいでしょ。始まりの後はまあこんな感じやね。ジャパンタートダービー取ってくれればね、まあ嬉しいなって感じやけど、なんとも言えないですよね。まあそんなにレベル高くないからね、取れるかもしれないですが。はい、ブラな万能はね、ダート行きましょう。まあスピードもあるんでね。で、パワーも C まで来たので、こいつは期待できるね。朝日杯取れるかもしれないですね。まあそれくらい強くなりそう。希望の星もいいね。いやでも優秀やなこいつ、楽しみやな。あとはなんか決まったのいますかね。それ以外は痛いか。アマゾンは決まったか。アマゾンはどうですかね。内パクいいね。お、覚醒いいですね。 CF、 あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。これなかなか使いやすいんじゃないですか。あ、でモンジュか。うん、いいね。え、ちょっと楽しみやなこれも。あ、なんかどれも使いたくなってきたな。どれも調教したくなりますね。とりあえず今4頭なんでね、始まりダートとかがそろそろ終わるから、まあこの辺が終わったらかな。ブラな万能、大物はでも自分でね育てていきたいですよね、じっくり。さあ行きましょう。ゼニアッタ、まあこれはね飛ばそう。まあゼニアッタ、スノーフェアリー、まあフランケルあたりはね、まあ、飛ばしていこうかな。まあ自家製3番をね、見ていくという感じでやります。スノーフェアリー、フランケル、そしてまあキングアマゾネスですね。でブラナ版の、デビューと。よし、ブラナ版の頼んだぞ。まあいい感じだね。パワーも C 一応ある。ここはグッと鍛えていこうかな。坂、まあパワーですかね。先にパワー上げた方が良さそうやね。始まりダート、いい感じやね。よしよしよし、戦えるぞ。希望の星ですね。希望の星は、まあ、まだパワー上げましょうか。まだまだ伸びる、スピードもまだ伸びてますね。ネクストいきましょう。さあスノーフェアリー、ド4着厳しかったね。フランケル、ド2着か。マジか。キングアマゾンです、8着。いやなんかいまいちだな。さあ、見ましょう。いや能力的にはね、ここはもうぶっちぎるはず。直線に入りました。ここの直線は短い。最後の追い比べ、まあこれ勝ちましたね。ブラナ番の残り 100m、 カバーを一気にちきります。2番手はナショナルスワロー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ブラナ番の1着、2着はナショナルスワロー、これは物が違う。よし、2歳期待できますねこれね。いやいいね、勝ったね。はい、もちろん柴田騎士行きましょう。いや今つけてるこの2頭はね期待できるよ。能力高いですよね。でこの早めがさ、まあ今ですね。あーマジで、うっそ、マジかよ。まあ早めがさ今頑張ってくれて、うわー抽選な。大物クイーン仕上がってないじゃん調子。まあ、これ回避でいいわ。そうや、変えてなかったですねローテーションね、忘れとったわ。お、ゼニアッタ2位だ。まああれポイント高いやつありますからね。まあ3冠取ったりするとね高いし。まあそりゃそうやわ。こいつは取るよ。うん、そらそうですね。
ブラの版の あ、ザパールも決まりましたね。ザパールお、杖これも使いやすいですね。まあ、パワーがいいなんですが、まあそれはね、坂のないレース選んであげれば、まあまあね、走ってくれると思いますんで。この早めをね、今早めが活躍して、まあその後に、まあこの辺ですね、大物になりたいとか、まあ三世あたりがね、ノーブルミッションとかいますんで、また続いてくれる。これ2歳期待できますね。ダートも走れる。いやいいな、これこれブラナ万能いいですね。ダートいけますし、朝日杯、希望の星、あー希望の星、朝日杯か。いやどうすかな、贅沢な悩みやな。瞬発ちょこっと上がるんですね。ちょっと上げていきましょうか。はい、これで勝負根性もね、B プラス。なかなかいいね。大物クイーンはパワーですね。上げていきましょう。そして、始まりダートは、パワーか。そうやね、パワー。あー、でももう結構終わったね、こいつね。いや、始まりダートはもうお任せでいこう。そんな感じかな。希望の星はパワー瞬発、まあ、こっから瞬発上げていきますか。はい、これでいきましょう。で、始まりダートを外そう。まあ調教 OK ですね、こいつは。あとはお任せにしとこう。そして始まりダートアマゾン、アマゾンか。ザパール、アマゾン、ザパールは、ザパール精神力 C か。いや海外持ってかないとね。海外どうすかな。アマゾン万能、あーどっちも万能の長いか。長距離いけるね。どうしますかね。ヒンバ、ボバ、ザパール、アマゾン。ザパールのが強いね、おそらくね。ただアマゾンが覚醒か。アマゾン育てようか。よし、行きましょう。アマゾン、パワーからですかね。はい、これでいきましょう。あ、合わせにしなくてもよかったですね。ネクストでいいんかな。はい、ネクストいきましょう。さあ、スノーフェアリー出走ですね。4着ね。まあ61位やったからねちょっと厳しいわね。キングアマゾンです。16着、能力落ちとんじゃない。もうあー、ジェンテル来ましたね。まあ、これこれはね、あー国内、そうか。直線は短い。ここで先頭はジェンテルドンナ、ジェンテルドンナ。国内ジェンテルドンナ行きます。ジェンテルドンナ先頭、三冠、ウェディングネームジェンテルドンナ1着、ジェンテルドンナ完勝。まあ今年もね、三冠狙ってますし、まあ取れる確率はちょっと高い。ちょっとじゃないな、高いですよね。 S プラスの牝馬で今年もね、やってるので。で、次の世代で言うと、まあ、ジェンティルドンナで行くか。ちょっと普通すぎるけどな、それ。まあ、これは勝つんやけど、自家製サンバで3年連続狙うっていうのもありか。大物クラシック勝ちましたね。あ、結構勝つな。スピードいまいちでも勝ちますね。やっぱ G3、G2、まあ、G2 取ってますからね。まあ、その辺なら戦えるね、十分。大物クラシック。
うん、いいね、頑張ってますね。ただローズじゃなくていいんですよね、うん、まあ、ちょっとこれはねまた決めておきます、ローテーションね。はい、まあ、状況はいいや。ちょっとキングアマゾネス見ましょうか。あー能力落ちてきたな、うん、落ちてきたねこれね。もうちょっと厳しいね、まあ、早めですからね、まあ、こいつ引退やな。はい、ということで、今回はねここで終わりたいなと思います。さあ次々とねデビュー、なってますんで、まあこういう風にねかぶっちゃいますしね、まあこの辺もしっかり決めていこうかなと、まあかぶらないようにね。あと調教はねしておきます、今週の調教だけはね。一応、まあ、ジェンティルドンナはどんな感じかというとこれです。はい、牝馬3冠取ってるので、まあ王道ですね、まあそのままジェンティルドンナで行ってもいいんですが、まあ、牝馬の中でも本当に 1,2 を争うくらい強いですよねこいつはね。まあそうですね、でもどうしようかね、うん、どうしようかな。ただ2歳牝馬でいましたっけ、それ以外にブラーナちゃんはダメやから、大物になりたい、いやこれ間に合わないですねおそらくね。アマゾンがいけるかもしれないですけどね。まあでも結局そのジェンティルをさ自分で所有して、まあこいつが実際取ってるじゃないですか、私立で。でこいつを走らせないとなると、まあライバルはどうしても弱くなるんですよね、ジェンティルどんなのがいないですから。だから取りやすいっちゃ取りやすいんですけどね。まあ王道でいくか、ジェンティルどんなを走らせて、まあ、行きましょうかね。はい、今回ね、これで終わりたいなと思います。ご視聴の方、ありがとうございました。